はい、ありがとうございます。はい、認証と剣道、剣道と認証は関係ないかなって調べたんですないですね。でしょうがなくて、認証と運動に変えました。で他ってありますね。他結局運動と剣道ではすぐ終わってしまいますんで他入れました。グリーンテックっていう私ベンチャーやってまして、本職はグリーンテックのベンチャーでアルツハイマーの根本治療なんですね。これ結局新薬の開発っていうのは発売するまで利益がないんです。その間は資本金で食っていくわけですね。これ厚生労働省が出した表なんですが、2012年ですね、2012年の段階で日本の認知症の患者さんは462万人で、25年になると700万になると言われてます。でこの認知症に治す薬がないんです。今はないです。でようやく私はエーザイ時代に成功したのはアリセプトってあるんですが、アリセプトってのは対症療法ですから根本から治す力がないんですね。で最近ですね、6月にエーザイとバイオジェンが共同で開発した抗体があります。アズカヌマブっていうんですね。抗体の新薬がみんな、一般名で最後マブってつけるね。マブってマブじゃないですよ。分かりましたか。ちょっと滑りましたかね。でアズカヌマブがあるんですが、これ本当はですね2つ試験やって1つ失敗なんですよ。で FDA の諮問委員会は全員反対したんだけど、おそらくこれFDA は認知症の団体の圧力あったんじゃないでしょうかね。早期承認で承認しました。仮承認です。でもう一個やってですね、それは成功したら本心でね。だけど抗体って高いんですよ。製造自体が高いんでね、一人の患者さんの薬剤師600万円です。一人ですよ。私のやつが明日話しますけど、これ成功したら一人で50万円です。しかも抗体ですから月に1回病院に行って点滴常駐です。私のは錠剤飲めますよね。600万円と50万円、成功すれば負けないですよね。ということを今日は時間がないと話しませんが、その代わりにサプリメントの話をします。認知症っていうのはたくさんあります。治る認知症もあるんですよ。治らない、なんて知ってるか、治らない認知症、治らない認知症はね、これ笑うところですよ、骨畜症って言うんです。わかりましたか。メインに言うとですね、アルツハイマー、それからレビー小体、それから血管性認知症、この3つが大体 80% と 90% です。主にあるのはアルツハイマーですね。でレビー小体っていうのはこれパーキンソン病と似てます、後で触れますけど。で血管性っていうのはもともと脳梗塞か脳死かになりますね。そうすると脳のある部分が破綻します。そこで細胞は死ぬんですね。そこから起きる病気です。でこれは原因が分かってる、原因を整えるようになりますね。これはまだはっきり分かんない。でこちら一応原因は分かってるんですが、原因はアミロイド β とタウタンパクです。この2つのタンパクが脳にたまると神経症が起こします。で世界中の研究者たちがアリセプトだけでですね年間3000億円ですよ、売れたのが一品で。で対症療法じゃないですか。で根本治療薬でやれば一品で1兆円いく可能性あります。ですからファイザーやメルクやイーライリーがですね1社3000円かけてアルツハイマー根本治療薬を作ったんですね。みんな失敗したんですよ。どこも成功してないっていうぐらい大変です。で私はこのアルツハイマーやってます。なぜか、それはですねエーザイの社訓はですね、一見不可能時に挑戦しろです。できないことをやるって会社です。広いですよね。これがあるとですね頑張れるんですね。今まで頑張ってます。でこれがこの3つあるということを、メインにあるということを覚えていただく傾向です。でちょっと細かくて恐縮で読みましょうかね。アルツハイマー、脳の変化、老人斑や神経原性変化、
老人斑っていうのは元はアミロイド β です。で神経原因、これタウタンパクです。これが脳にたまると起きるっていうことですね。レビ小体っていうのはレビ小体っていうそういう細胞があります。これが脳に増えるとこのレビ小になるっていうんで、こっちは脳血管、これ脳血管性の基本理があります。必ず脳出血は脳梗塞がありますね。で原因が分かってます。ただこちら側まで原因が分かってるんだけど、分かってるんだけど科学的に立証してないで、まだ仮説の段階ですね。で画像で分かる、これは海馬ですね。海馬、海馬っていうのはヒポカンパスって言ってね、あの竜の落とし子のような形をしている脳にあるんですよ。ここは短期記憶の座です。老人になると海馬が小さくなってます。海馬が小さくなるから記憶が保持できない、こぼれちゃうんですね。だから昨日のやったことは覚えられない。これが海馬の責任ですね。でこの、レビ小体っていうのはあの、一番大きいのはあの原子って言いましてね、あの他の人には見えないんだけど本人がありありとして、あの例えば亡くなった人の顔が見える、そういうのが特徴ですね。でこの、脳血管性というのは、脳が壊死した結果です。で女性に多いのがアルツハイマーで、レビ小体男性から、脳血管の男性が多いです。で初期の症状、物忘れですね。でこちらがパーキンソンのようなんで、あのパーキンソンによってというのはあの不随運動ってね、体ちゃんと動かない、こうやって歩いちゃったり、あるいはこうなるんだね、あるいはパーキンソン、それパーキンソンと同じアルファシヌクレインってタンパクがたまるとなるんですが、たまる場所が違うんですね。それでレビ小体あります。でこちら物忘れですね、特徴的なものは、こちら側はあのある意味では多幸症って言いましてね、アルツハイマーがニコニコ笑ってます。で取り繕いが結構いいです。こちら側の場合には先ほど言ったように原子が中心でうつ状態は妄想があります。こちら側は感情資金が大きいですね。突然泣き出したりっていうのは脳血管性です。ということで、もう時間が気になりますね。なぜ、認知症に運動がいいかなっていう、これ海外の事例なんですが、2257名健康な高齢者平均7年間追跡した。で運動した方と運動しない方調べた。1日歩行距離応じて認知症を発症比較した。158名が認知症発症した。でアルツハイマーが101名発症した、この中でね。で脳血管が30名って見ると、これはリスクですね。リスク統計的に有利なのは全認知症、この運動をたくさんやるとはあのこれぐらいで、こちらがこのこれ脳血管のこのこちらっていうことで、運動をやった場合にですね、全認知症、アルツハイマー、それからその他みんなあの運動があった方が認知症の発症少ないっていうのが分かりました。でこれ日本の場合です。日本の場合は803名の方に17年間追跡調査した結果、週1回ウォーキング運動ね、例えば庭作業などやった方と定義して、291名が認知症発症した。アルツハイマー165名、脳血管性が93名、その47名ということで、この全認知症からアルツハイマー、その他こんな明らかにこの、運動をやった方がリスクが下がってたということになるんですね。この場合、認知症には特定の運動でなくてもいいんですが、716名の健康な高齢者10日間だけ測定した。平均4年間緊急対象を通じてきて、認知症の、発症率を比較した。その結果716人中70名が認知症になった。1日の、活動量が低い方、このようにリスクが高まります。運動やってる方はこのように低いということなんで、かなりいろんな観点からあの認証はいいということはよく分かりました、どの研究者にも聞いてもですね、認証に一番いいのは運動です。運動の中でも剣道がいいって言いたいんですけどね。なぜかというとね、この前私あの、私事ですけど、
カルシウム研究所にいた時にですね、1000万円の骨密度の機械をやったんですよ。で測った、そしたら私の骨密度は20代でしたよ。来年私80ですよ。でこれちょっと驚きません？なぜか剣道だと思うんですね。剣道やってるとおそらく皆さん方骨密度測ったらだいぶ若いんじゃないでしょうかね。特に大きい方はそうですよ若いと思いますよ。でこれはですね、なぜ運動が認知症にいいかなってことなんですが、この方は普通の方、認知症じゃなくて亡くなった方です。こちら側は認知症になって亡くなった方。この亡くなった原因がこの赤いのが老人斑で、青いのがアルツハイマーですね。パーキラータウタンパク、このタウタンパクと、アミロイド β がたくさん溜まっていると神経をやられるんで萎縮しちゃうんですね。これが運動することによってこのアミロイド β とタウタンパクの増加が抑えられるんです。それでいいんじゃないかという仮説ですね。確かに世界中の研究者たち誰に聞いても、今確定しているのはアミロイド β の塊とタウタンパクの塊、これは認知症です。だけど原因が分かってるんだけど、残念ながらですね、アルツハイマーっていうのはアミロイド β とタウタンパクだけじゃないんですよ。例えば糖尿病、例えば、炎症、脳の炎症具合にいくつかの要因でなっているんで、1個2個抑えただけでは治らないんですね。これが問題です。さあそうですよね、病気っていうのは1個の遺伝子でなりません。仮にある難しい病気があって10個の遺伝子あったとしますね。10個の遺伝子全部改善できこないじゃないですか。だから難しい病気はどんどんたくさんの遺伝子になっているんでなかなか治らないっていうことありますね。だけど世界的にアルツハイマーって大きな問題になってるんで、私はアリセプトで成功した経緯がありますんでね、根本治療をやろうと思って今でも頑張ってるところであります。でこれなぜ運動は認知症にいいかって次なんですが、これ WHO が言っているガイドラインです。65歳以上の成人に対して1週間に少なくとも150分2時間強度ですね、中強度の有酸素運動、また75度の激しい運動、この辺は剣道にぴったりですね。有酸素運動は少なくとも10分の長さ必要、それからさらなる健康上の利益のために週300分まで、中強度の有酸素を行うっていうことをやるとですね、明らかに認知症が改善するっていうのは WHO が言っているこのガイドラインなんで、これはぜひねおすすめです。問題はですね、認知症とかアルツハイマーになるとですね、意欲が低下するんですね。意欲が低下して動かなくなる。ある意味でアルツハイマーというのは仮面うつ病って、うつ病と似てます。うつ病になると動かないんですか。動かなくなると運動なんかやらないんですよ。これが問題です。だからまず認知症になる前に定期的に運動をやることが大事ですね。ある意味では認知症というのは生活習慣病と言われてます。生活習慣病ですから、だったら対処は自分の生活習慣を変えればいいんですよ。認知症になりやすい生活習慣ありますよね。それを改善する生活習慣をやる、そうするとならないということを覚えていただければ大きな参考になるんじゃないかと思いますね。さらにこれなぜ認知症にいいかということなんですが、この BDNF っていうのがありまして、これは脳由来の神経栄養因子です。このタンパクがあるとこの神経に栄養がいくんで神経が増えます。こちら側が運動しないとき、こんなものなんです。運動前ですね、これが神経がどんどん神経伸びるんですよ。このものなんですが、このものに対してこの運動したときにビーデンが増える。そうするとこんなに神経増えます。明らかにこれ説得力があるデータですよね。これくらい脳の神経増えるんで運動は絶対いいところですね。もう一つですね、明日お話ししますけど、運動だけじゃなくて心の問題あります。心がビビッドに活発に生きてるのが大事なんですよ。その根底にはですね、主体的にってことなんですよ。主体的に自分が自分の人生を責任を持って生きている、これがなくなるんですよ。自信がなくなる。それはそうですよね。あんたさん誰って聞かれたらね、心配になりますよね。そうすると言った方が、あ、俺もダメだと思うじゃないですか。
そこからどんどん自信がなくなる。自信がなくなるとどん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 悪くなります。自信を取り戻すためには日常生活ですね。日常生活どう自分の中心に生きるかとか大事なんですね。もうちょっと詳しく言うと運動必要ですね。ちょっと重複しますけど、日常予防に対して散歩やウォーキングなど有酸素が大事。それから有酸素だ脳血流を改善する。この血流が大事です。血流が脳梗塞が脳出血になるとですね、脳の血流が減るんです。脳の流れが遅くなる。そうすると血栓ができやすいですね。脳の血流大事ですよ。脳の血流というのは血管とそれから心臓の問題ですね。で、歩く強度は息がほとんど弾まない程度、できたら週3回1日30分以上、1日1回以上の実践が望ましい。大切な運動の習慣をすることですね。習慣が大事です。ゆっくりじゃないですか。良い習慣は才能を超えるって、良い習慣は日常を克服する。覚えてない。習慣になると努力しないでできるんですよ。難しいことでも。だから毎日どういう心がけてやるかってこと大事ですよね。私結構今忙しくてね、だいたい寝るのはね1時半なんですよ。起きるのは5時ですからね、4時間くらいして寝てない。でも79歳の平気、これね俺はやるぞっていう気持ち、それがあると支えるんだろうね。だけど認知症になるとまあだんだん活動が不活発になる。だん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 気持ちが慣れてくる。ここを克服するためには何度も言いますけど習慣です。いい習慣を作ることが大事ですね。そうだ、認知症の危険因子、生活習慣病。認知症っていうのはほとんど私もそう思うんですが、生活習慣病で一緒です。そうすると簡単ですよ。皆さん方の生活習慣を変えれば認知症にならないんですよ。例えば知ってますか、明日言いますけど、フランス人が、なぜアルツハイマーが少ないか、ワインを飲むから。ワインの中にポリフェノール入ってます。だからいいんですよ。でいうふうにフランス人はみんな赤ワイン飲んでるからならない。だけど飲みすぎるとアルツハイマーにならないけどアルチューハイマーになるんですね。でそういう習慣が、例えば毎日5、6杯飲んでなりますよ。それを3杯で抑えるっていう習慣をつけておけば、アルツハイマーになったら習慣病ですから習慣にならないわけです。いかに日常の習慣、習慣を良い習慣を作るということが大事ですね。駆け足でね、どこまで分かったか分かりませんけれど、聞いたら皆さん明日医者の公演に出られないらしいですね。出られますか。もし出ていただければ明日90分話すんで、ぜひ聞いてください。今日はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。せっかくですけども、ご質問はないでしょうか。現在、認知症じゃないかと思う人は自分で分かってないんで手を挙げないと思いますけど、近いなと思う人は手を挙げて今は次ですよ、高いですよ、何しましたいいですか、北村さんいいですか、大丈夫ですか。大丈夫です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 。